今回は心に余裕ができる心理学ということで、まあ、心に余裕ができていると人に優しくできたりとか、人のことを許してあげたりだとか、まあ、自分のストレスがなくなったりだとかっていうふうに、自分の心も楽になるし、人とのコミュニケーションも良くなるし、まあ、いいことばっかりですね。心に余裕ができる状態っていうのは、心に余裕がない状態だとやっぱりどうしてもどんなにいい感じで人と接しようとしても、やっぱりなんか奪う発言をしてしまったりだとか、ちょっと当たってしまったとかしがちだと思うんで、なので、まあ、心に余裕ができるようにね、日々意識していこうということでね、まあ、その方法っていうのを解説していこうと思います。で、もうまず結論なんですけども、人っていうのは、コントロール感っていうものがあると安心するんですよっていうこと。まあ、これが結論なんですね。人はコントロール感があると安心するんですよ。でこれはパーソナリティ心理学の世界でも結構言われていることで、実際に科学的な研究として分かっているんですけども、評価基準ですね。つまり自分が何かを評価するときの基準です。そのままなんですけど。例えば、あの人はいい人か悪い人かを判断する、その判断基準、評価基準というものが、じゃあ嘘をつくかつかないかっていう評価基準しかなかったら、やっぱり一つの目だけでその人のことを見てしまいますよね。人のことを嘘をつくかつかないかによっていい人悪い人かを決めているっていう風になってしまうと、他のところが見えなくなってきてしまうと。なのでその一点に縛られることになって精神が不安定になりやすいっていうことなんですね。もっとわかりやすく、言うと、じゃあ東大へ行きたいとして、じゃあ東大に受かるか受からないかがもう自分の人生によって一番大事なことなんだっていうふうに考えてしまっていると、東大に落ちた時にもう精神が不安定になってしまいますよね。でも、この時に、じゃあ東大に入らなかったら、〇〇大学で、あれを学ぼうとか、どこどこの専門学校でちょっとやりたかったあれを学ぼうとかっていうふうに考えていると、別に落ちても違う道があるっていうふうに考えられるので、精神的にすごく楽になるよねっていうことなんですよ。で、これは心が広い人も同じなんです。評価基準がすごく多いんですね。先ほども言ったように、嘘をつくかつかないかだけで考えてしまうと、相手が嘘をついた瞬間に、あ、こいつは悪いやつだっていうふうに、まあ、短絡的に考えてしまうようになってくると。でも、相手のことを、いろんな目で見れる。例えば、髪の毛が綺麗か綺麗じゃないかとか、目が、光っているか光っていないかとか、鼻が高いか高くないかとか、まあ、なんかいろんな判断基準をたくさん持っていて、あ、ここはいいところだけど、まあ、ここはちょっとダメな部分もあるなとかっていうふうに、多角的に人のことを見ることができると、一つのことで相手のことを判断しないので、心は広くなっていきますよね。そういうふうに、こういういいところもあるよな、みたいな。だ嘘をつくっていうのは、確かに悪いことかもしれないけど、でも、言い方を変えたら頭の回転早いってことだなとかっていうふうにいろんな角度から見ることができて心が広くなっていくっていうことなんですね。で、そういうふうに人のことを見ている方が人間関係においてストレスが少ないんですよ。だから自分で選択していいっていう感覚が心の余裕と自信を生むんですね。だから自分がその人のことをいろんな判断基準で見て、その中で自分がどの判断基準を使うかも選んでいいし、その人をどう見るかも自分で選んでいいんだ。あらゆること、東大へ受からなかったら、あそこの大学へ行ってもいいし、ここの学校に行ってもいいし、ここの会社で働いてもいいんだ、みたいな、この選択していいんだの、この選択肢が多くなれば多くなるほど、心の余裕とか自信っていうものが生まれてくるんですね。でもこういうふうに考えていくと、じゃあどうやってその選択肢を増やしていくんだっていうことになってくると。選択肢を増やせ増やせとは言われるけども、そもそも東大に受かるか受からないかしか考えられねえんだよっていうことにもなってくる。じゃあどうしたらいいのかっていう話ですね。でここで結構、大事になってくる考え方が、出来事が未来を決めるわけじゃないっていうことを覚えておいてほしいんですよ。出来事が未来を決めるわけじゃないんですね。だから東大に落ちたから不幸になるわけじゃないですよね。東大に落ちたことがイコール不幸って決めてるのは自分ですよね。東大に落ちたことによっていいことが起こるかもしれないですね。自分が学びたかった専門学校に行って、そして、あ、これが俺の定職だと思えるかもしれないですよね。だったらその東大に落ちたっていう出来事はプラスじゃないですか。これ恋愛の場面でもよく言われるやつですよね。じゃあ大好きな彼女がいたと。で、大好きな彼女がいて、もう好き好き大好きってなってたんだけども、振られてしまったと。振られてしまった時に、あ、俺はもうダメだ、絶望だみたいな感じで思ってたけども、でも実際その後にその彼女と別れたことによって新しい出会いがすぐにあって、するとその女の子がもうめちゃくちゃいい人で、
もうめちゃくちゃ一緒にもう前進んでいこうみたいなね、感じのすごいいい人だったと。ああ、あの人と別れといてよかったってなるわけじゃないですかね。だからつまりその出来事が何かを決めている、まあ、天国か地獄かを決めているわけではなくて、その先進んだ先で自分が何を選ぶかが大事なんだよっていうことなんですよ。でこれが結構わかりやすく解説されているのが、あの仏教の、まあ、仏教辞典に書かれている、まあ極楽の橋っていう話があるんですね。まあ、三尺三寸の橋とはそういったことも言われたりするんですけども、まあ、結構有名ですよね。まあ、三尺三寸っていうその1メートルぐらいの橋があると。で、まあ、ある男の人が、まあ、なんかこう社会科見学みたいな感じでちょっと行ってきますわみたいな感じで、あ、まあ、極楽の世界ですね。まあ、仏教の世界では天国って言わないみたいなんで、極楽っていう、極楽と地獄があると。で、まあ、極楽の世界と地獄の世界があるから、まあ、まずちょっと自分さっき地獄見てきますわみたいな感じで、まあ、リュック背負ってね、こう見に行くわけですよ。で見に行ったら、あ、まあ、地獄ってどんなもう貧相な飯食ってるんだみたいな、ちょっとバカにして見に行ったら、めちゃめちゃ豪勢だな、もうキャビアとかタイとかなんかいろいろ置かれてるわけですよ。わかんないですけどね、エビフライとか置かれてるわけですよ。イメージではなんかもやし炒めみたいなしか置いてないと思ってたら、実はエビフライとか置いてたみたいなぐらい豪勢だったんですよね。で、そこを見に行ったら、みんななぜか知らないけど地獄の住人はもうガリガリなんですよ。え、こんなにいい肉とかエビフライ食べてるのになんでガリガリなんって思ったら、手に持っている橋が1メートルあるわけですね。でその1メートルも橋長いから食べれないわけですよ。こう長くて取ったやつを口に運べないわけですよ。1メートルもあるんでね。で、まあこれはまあなんかこう、いや短く持ったら食えるんじゃねえのとか思うところではあるんですけど、まあそれはこうね、まあ間の80センチぐらいか、なんか茨みたいになってるっていうふうに仮定しておきましょう。じゃないと話が進まないんでね。なんか長い状態でしか食べれないと。その長い状態でしか食べれないから、食べれないですよね。自分で食べようとしたら。その結果、まあみんなガリガリになってたんです。地獄では。で、その後にそのリュック背負った男の子が、じゃあまあ次天国でも見に行きますか、みたいな感じで。で、男の子の中では、天国は普通の橋で、12、3センチの橋で普通に食べているんだろうと思いながら見に行ったんですよ。やっぱ地獄は罰を与えられてんなと思ったら、全く同じ状態だと。エビフライとかもいっぱい置いてるけども、同じ1メートルの橋を使ってるんですよ。その極楽の人たちも。あれ?みたいな。なんで?と思ったら、その、極楽のとこの人たちは、その1メートルの橋を使って、横の人とか、前の人に食べさせてあげてたんですよ。エビフライとか。お肉とかローストビーフとか食べさせてあげてるわけですね。それを見てなるほどってなるわけですね。自分のことばっかり考えて、地獄の人たちは食べようとしてたけども、極楽の人たちは同じ状況でも食べさせてあげるっていう選択肢を取ったんだ、だからみんな笑顔で美味しく食べれているんだみたいなことが分かったわけですね。で、この男の子は社会科見学で何を学んだかというとですね、同じ状況でもそこで何をするかが結局はその状況を決めると、自分たちの未来を決めていくっていうことなんですね。だから出来事は同じですね。同じ橋の長さ、そして同じご飯があると。でもそこで起こっていることは違うわけですよ。なぜかというと、まあそこに極楽にいる人たちは心がもう極楽的なんですね。で地獄にいる人たちはもうすでに心が地獄的だから、そういうことになってるわけです。つまり、極楽の人たちは、このお箸で食べる方法を考えたわけです。そして、あ、いろんな人に食べさせてあげた方が効率がいいなって思ったわけですね。まあ、もっといい理由かもしれないですけど。でも、まあ、いい部分に着目したということなんですよ。でも、地獄の人は、自分が我先に食べようみたいな感じで考えちゃったから食べれなかったわけですね。同じ状況なのに。極楽と地獄は同じ状況なのに、食べれる人と食べれない人に分かれた。つまりここから何が学べるのかっていうと、まあ、本当に出来事が決めてるわけじゃないですね。出来事が未来を決めるわけではなく、自分がその場で何をするかが人生を決めているということなんですよね。つまりじゃあ先ほどの話に戻って、じゃあ東大に落ちたと、じゃあ東大に落ちたって考えた時に、落ちたことがマイナスなんじゃないですね。落ちて、違う大学行った時に、違う大学で何を学んだら、楽しくなるかなとか、っていうことを考えていくと選択肢が増えていくっていうことなんですよ。どこでも楽しめるし、どこでも学べる。
だから選択肢に間違いとか正解とかってなくて、自分がこっちへ行こうって思った先が絶対にいい道だって決めちゃえばいいんですね。そこで何を選ぶかなんで。だから出来事が自分を左右してるわけじゃないんですよ。その出来事の中で自分が何を選ぶかが大事なんですよ。っていうことなんですね。なので、そういうふうに考えていくと、あ、自分で選択していいんだって話になってきますよね。その場所での選択が大切なんだっていうふうなパラダイムを持っていると、自由に選択肢を増やせるようになるんですよ。だって、まず、東大に落ちたら自分は不幸になると思っているのは、東大以外のところでは幸せになれないと思っているからですよね。でも、それがそうではないんだと。その先で自分がどう過ごすかが大事なんだっていうふうに考えていれば、当然、不幸にならないですから、東大に落ちてもね。なので、その先で自分はベストな選択肢を取っていこう。そこで自分はよくあろうって思う。そういうふうに考えていると、どこに行ったって心は極楽でいられるんですよね。なので、そういうふうに考えていると、選択肢がどん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 増えていって、そして選択肢がどん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 増えることによって余裕が生まれてきて、そして余裕が生まれるから、どん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 ね、人との関係も良くなるし、心が広い人になっていけると。そしてストレスもなくなっていくっていうことになっていくので、なので、自分で自由に選んでいいんだっていうふうに考えるために、どこに行っても自分は幸せなんだよ。自分はどこに行ったって幸せなことを選択していけるんだよっていうふうにね、考えておくと、すごく人生楽しくなると思います。で、まあ、こういったポジティブな内容をどん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 、見つけ出していく自分の中で、根拠を作ってしっかりと、あ、こういう理由で自分はポジティブになっているんだって思うための、まあ、ステップっていうものがあるんですけども、それは僕の、コミュニティ、無料のコミュニティの方でね、プレゼントさせていただいているので、まあ、よかったら概要欄から受け取ってみてもらえたらなというふうに思います。では、今回はこの辺でありがとうございました。